まあ、1週間ぶりのご無沙汰でございます。静岡県知事選も終わりましてですね。俺も言った通りだったな。ね、やっぱりそうだったね。やっぱり大村さん申し訳ないけど、うん、何を言いたいのかさっぱり分かんない。滑舌が悪くて。ああ、そうかもしれない。本当に聞けないもん。まあ、俺も滑舌が悪いって言うけど、別に俺は県知事選に出るわけでもなく、はい、リスナーたちの、支持を仰いで、楽器を売るという姑息な手段で、はい、まあ一茶はさ、うん、滑舌というよりは大変声が小さいだけなんで、そうか、うん、まあまあ僕も大村さんは娘ぐらいしか記憶にないです正直言ってね、まあな、うん、そんな感じ。残念だけど、うん、立憲民主の方の応援の鈴木さんになったのは、うん、やっぱり静岡県はやっぱり公共なんだろう、土木とか公共事業費がまた出にくいんだろうなと、自民党政権の中ではね。そうでしょうね。だから俺は自民党から出てくんないとお金来ないよっていうね、うん、まあそうですね。これ岩国へバンドで行った時に、うんうん、市役所の工事が止まってたわけ、はい、今から10年ちょっと前かな、はいはいはい、なんで止まってるのって言ったら、うん、やっぱりその地域の人に聞いたら、うん、いわゆる反自民が市長になっちゃったんだって、工事の途中でっていう話を聞いて、まあ、うん、そんなことはいくらでもあるんだけど、うんうん、やっぱりその政権のを知ってる人を入れないと、うんうんうん、結局勝ち馬に乗れないっていうことなんです。まあそうですね、俺はね、俺は本当に単純にそう思ってるから、うんうん、別にどこでもいいの、うんうん、俺が幸せになれればだってみんなそう思ってるでしょ。まあみんな俺を不幸にするやつに一票入れないわけだから、まあ、それはそうです。それも投票行動がもう利権絡みなんだから、うんうん、いいじゃないの自民党が。いくら裏金だか表金だか分かんないけど、うん、あんなもんへみたいなもんで、うん、そんなことよりもその最中に、うんうん、パーティーを開こうとした岡田さんは最初の弁明聞いた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 、うん、あれは辻褄合わないよね。まだそれが決まってないんだからそれは犯罪じゃないっていう、うんうんうん、本当って思わない。まあなんか禁酒法時代の話みたいですね。未成年の人とエッチして、うんうん、まだチンポ入れてないからいいんじゃないのみたいな。あ、そうそう、そんな議員も静岡にいましたね。いました。あいつな。まあいいんですけど、そんな、はいはい、今日はですね、原点回帰ではないですけど、お客さんが、はい、棒引きを聞きたいと。棒引き聞きたいって棒引きの方が聞きたいっていう。変わった人がいる。サスライのギターなんで。で昔これやってやりました、ね、なんか何十万回か再生されてるんだ、ね、俺の、うん、これはね、とってもあの時はね、楽器屋の中でね、これは何番なんて GT10 を使いながらやった記憶がある。そうですね、うん、で棒引きをあれしてくれと。で棒引きの方が分かりやすいんだって、うん、ああまあ確かにフェイクとかね、うん、ちゅうかまあうまくなっちゃうと、うん、いろんなこう技が出るじゃん、うん、大したことないんだけど歌い回しってやつ、うん、 そうね、そうされると困るということで、うん、ああまあ弾けないもんね、それのギターを、ね、現実的にね、うん、それは確かに棒引きでまずはっていう感じなのだろうな。いきますよ。おい動け。おね、
練習したことないから、普通に弾くより難しいという、ね。で、まあね、棒引き聞いててつまんないよね。本当に。うん、まあそれでもそうじゃなければ弾けない人がいるからしょうがない。うん、まず今の棒引きでこんなメロディーをとっと弾いてますということでね。B は C マイナーです。はい。棒引き用にリアで弾きました。本当にやると色っぽくなっちゃう。ああ、なるほどなるほど。なんかチャイナドレスここまでスリッと上げてる音でしょうか。最初の音はここのところがつながってるズボン。硬いね。パンツ見えない。くだらなすぎるね。そのくらいの違いがある。なるほど。どっちよ、まあ。俺はあの割とあのパンツ派かな。俺よ。そうなんだよ。そういうわけで、うん、次行きましょうかね、はい。ちゃんと弾いてみますね。はい、この後質問事項が来てるんで、はいはいはい、あのお答え。ファズの使い方をああっていうんだけど、これ本当ね難しいっていうか。うんうん、現実に目の前にいて、ほらこうやあんたも同じ機材使ってやってみなってやりながらじゃないと説明できないことがいっぱいあります。はあはあはあ。が、まあとりあえず色っぽく弾いてみます。はい。さすがですね。例えばこれ1番から出てみます。うん、1番というのは、リバーブのみ。この後だっけ、どうだったかな、これだ、よし、8番、うん、いきますよ、はいはい、リバーブのみ、この音です、おーい、おー、いきます、間違えた、おーい、また間違えた、お気に入り機能があるかな、これね、1番、これいきます、違うじゃん、これだ、もうフロントで、はい、thank you.
が上がってきて、かかってきて集中が切れると思うんですけど、まあ、頑張りました。大丈夫。電話結構長くかかってたな。ねえ、珍しく。本当ね。まあこんな感じで、はいはい、これこんだけエコーかかっちゃうと、うん、これね、で弾いたりします、うんうん、アームの感覚の悪い人はこれでとか、うんうん、まあ半音これを、うんうんうん、これじゃなくて、うん、わかる？おお、なんかクォータートーンっぽい感じですね。そうじゃなくて、うん、スラーをかけろって。スラー。うんうん、ここまで。ああ、ああ、ああ、ボービーがこうやって弾いてる、うんうんうん、せっかくエコーかけてるんだから、うん、ね、歌の上手い人の歌みたいな感じですね。でここだよ、うん、だと思ってたの。おう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 。だからよく聞いたな。ね。おう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 。美しい。バーブだけ、ね、ないとそこは無理だと思うよ。これ何もアームつかなくても、うん、もうとにかくこうね、スラー、スラーね、ギリギリまでつないでいくっていう、うんうん、でバイオリンみたいにフレットがない楽器じゃないから、うんうん、どうしても引っかかるっていうね、ところは、ね、本当はこうやっても、うんうん、だから狙うわけだよ、うんうん、それをまあフレットがないかのようにね、わかる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 。ギターの音って弾いた時が一番でかいんで、うんうん、そっからニューって出てくるタケノコみたいな音はないんで、ね、鍵盤はさ、グリッサンドとかポルタメントっていう風な使い方ぐらいしかできないんで、これ羨ましいんだよね。なんで減衰、あ、そうか、ピアノはな、うん、そう、まあ俺オルガンの話してるからオルガンはね、うん、俺ね、こう、こんなこと言うとなんだけど、昔からそうだけど、うん、エレキバンドで生ピアノが NG なんだよ、うん、嫌いだったじゃん、うんうん、そうね、だ生なんだもん、あいつ、うんうん、だからオルガンにしてって必ずあらゆるキーボードに言ったんだけど、うんうん、そうね、やっぱね、
なんだろう、アコースティックギターが入るのも好きじゃないだよ、単純に。ああ、なるほどね。生音って、うんうん、異質なものだから、うんうんうん、全部電気楽器で揃えたいわけ。あ、そうね、確かに。それが結局、例えばローランドにしろ、ヤマハにしろ、うん、LP ってあるじゃん、うんうん、すごい今リアルだし、そうね、性能いいけど、うん、やっぱり隣にグランドピアノ風のスイッチを押しながらグランドピアノと弾き比べたら、うん、それはもう絶対違うわけ。あ、そうですね。だけど俺思うんだけど、リアルにしようとしてねえんじゃねえかと、特にローランドは。うん、なるべくそのバンドの中のピアノ、うんうん、だってオーケストラでローランドのエリピなんか絶対使わねえし、ヤマハのエリピも使わないと思う。使わないですね。ということは、コンボ編成のバンドの代用品としてのピアノはありだと思う。もともとそうだもんな。そうね、代用だもんな、うん、何を、まあ、何を偉そうに言ったところで、だってグランドピアノ運べないからこれ持ってきた方がいいでしょって言ったら、それを納得してるピアニストも俺はよく分かんない、ね、昔から言ってるじゃん、うんうん、だってギターを現場に行って、うん、すいません今日このギター使ってくださいって言ったら嫌だって言うもんね。そうね。で、まあ、だから思いの思ったり予算の関係上全体の中でプロデューサーとかがいて、うん、予算がこんだけ決まってます、うんうん、とてもグランドピアノを持ってきてチューニングしてそんな経費ありません、うんうん、でもやりますかって言ったらやりますっていう、うんうん、でも、ね、きっと辻井君は感性でそれはやらないと思うんで、ていうか、ん、あの人にエレキピでやってくださいっていう失礼なあれもないと思うよ、プロデューサーも ね、うんうん、だからその俺はそのエレキギターがなんで安いかって寺内に言われた時に、うんうん、結局左を作っちゃったからじゃないですかって言ったくだりを昔話したと思うけど、そのプレイヤーに迎合した時点で楽器は終わりなんだよ、うん、ああなるほどね、うん、だから逆に言うとオリジナルギターなんて持ってる方がね、おう、うん、ほうほう、吊るしに合わせなさい体を。ああまあまあストラディバリウスとかね、ああいうのはそういうことだもんね。でもまあストラディバリウスさんが生きていて、うん、こんなに人気出るとは思っていなく、うん、左利きの人が左用のストラディバリウスも作ってもらえませんかったら、それは金に目くらんで作ったと思うんだよ。あ、だってあの人が亡くなってから価値が上がったわけじゃん。まあそうですね、絵もそうじゃん、ね、そうですね、うん、ゴッホとかね、え、うん、俺が描いた絵こんな高く売れちゃってるのって、もしね優待離脱したまんまお化けのあったらね、そうそう、なんだよ俺あの頃お前なんかコッペパンしか食ってなかったと本当そうだったらしいですから、ね、だと思わない、うん、きっとそうだと思うんだよ、うん、でね人間はね金に目がくらむそれ正しいね、くらみっぱなしも本当もう、ね、正直でよろしい、くらみじゃんそれは汚ねえな、かゆそうだかゆいね、だからそういうことで、うん、人はねお金で動きます。あ、その通りだと思いますよ、はい、僕は、で、はい、バカなやつが、うん、愛は金で買えない、はいはいはい、違う、金で買えない愛もあるが正論だ、全くその通りだと思います。なんかぐるっと回って政治の話になったね。そうです、ね、だから結局投票する人も金に目がくらんだ投票しかしてないんだからでもっと言わせてもらうと、うん、選挙権をみんなに配ったことがダメなの、はい、18以上になったね、そうじゃなくて、そういうのもそうだけど、うん、そのいつも言うコンビニの前で中でお湯借りて車止めのところにしゃがんで食ってるやつらと、その大社長がどっかの同じ一票っていうこの不平等さの方、不平等さの方が俺は問題で、人口比率による一票の格差なんてのは当たり前、比率なんだから、そうじゃなくてお前と俺と同じ選挙権どう、まあね、平等ではあるけど、うん、公平じゃないから、ね、だから俺は選挙権は私権制にすべきだと、うん、っていうね、いう人は多いですよね、当たり前そんなの、うん、多いですね、確かに、でたらめな一票入れちゃダメだっつう、特に金に目がくらんでない人たちが、うん、あ、この人よりこの人がいい男だから入れちゃうわって
一番困る。金に目くらめ、もっと庶民も。そしたら正しいことが見えてくるから。5000もらったら公明党でも入れちゃうかもしれない。なんとか、はい、その名刺を出すんだ。これでバチバチってやるからいいんだよ。いや、やるな。まあそうやって名前出していいのは共産党ぐらい。ひどいな、それは。AB 型と共産党ぐらい。いや、だとね。ひどいな。誰もが認める。同じカテゴリーっていうね。そうだ。まあそういうことで、女のだよ。女の AB 型で、はい。男は男はいいんだ、うん。変わってるから面白いじゃん。大変だよ。まあ、そんなことはいいですけど、うんうん。まあそういうことです。そして、今日のあれは、サスライのギターですね。サスライはもう勝手にやっといてもういいんだ、はい、あ、それからピースケが、うん、小雨降る道 の、 そうそう、あの教則 DVD が昔出してたのを2枚作ってきてくれました。でこれはもう行き先は決まってます、はいはい、あのこの間のあれ、そうです、ね、もう10年ぐらい前に、うんうん、あの頃うまかったんだよこれ。いや、あの頃ってあんた、まあ、病気したからね。いや、病気なんで、昨日、うん、今日何も腕の動き悪いなと、指の動き、昨日ここムカデに刺された。うわ、ここいっぱいいるじゃん、ムカデ。いんの、うん、これでもそもそしてて、何、うん、だろうなって言って、いねえなと思ってたら、こっから出てきた、こっから中からムカデが、うん、でここで半分で顔出した時びっくりして、おいってやって落とそうとしたら噛まれた。そこで、うわ、毒結構強いよ。うん、全然大丈夫。その時は痛かったけど、うん、だから無比あるかいい。そんなもん効くか。あ、これはお前ムカデ用なんだ。本当かよ。ちょっと高いやろ。まずはね、ポイズンリムーバーって毒出さなきゃダメだよ。そうそう、でも全然出てこないじゃん、この辺絞っても。このぐらいのムカデだけどな、結構でかいじゃん。驚いた、こうビーって。でもムカデって踏んでも死なねえんだよ、うん、あれバラバラになっても生きてるよ。そう、あれちゃうちゃう、ゴムみたいなもん。あ、潰れないってこと。だから、うん、頭を踏みつけて、うん、かかとでツイストを踊んないと死なない。鉄の中でぶん殴れんじゃん。いやいや、そうなんだけど、今日はこのファズの使い方っていう、使い方で OS2 ですね。 OS2、 ファズ、うん、ファズって言っちゃうんだよ、うん、はい、接触不良だ。これね、はい、あの、で、うん、生音はこんな音、消されるんですよ。おー、うん、だから車の中でカーステレオを引いて、うんうん、で駐車場で止まったら同じ音量だとでかいじゃん、うん、ああ、はいはいはい、うん、で高速道路とか走ってると、うんうん、あのタイヤのノイズがそのまま入ってきて、うんうん、それよりも強く音を出さなきゃならないから、うんうんうん、サイレントの状態で出すボリュームよりもいわゆるバックバンドがあった時の方が音が打ち消し合っちゃう。はい、そうですね、確かに。で、はい、これ企業秘密なんだけど、うんうん、あんまりこう言わないんだけど、うん、やっぱやめた、企業秘密だって。ちゃんと言いなさいやんか、もったいぶって、ね、うん、レコードから聞こえる音のファズトーンを、はい、例えばここで作るとするじゃん、うんうんうん、音同じ音だってなるじゃん、はいはいはい、これいいじゃんいいじゃん、はいはい、まあモノマネタレントの練習風景みたいなもんだけど、うんうん、した時にバンドの中でそれをやると打ち消し合った音が抜けてくるわけだから、はいはい、最初にあこの音っていうのは実はそのバンドの中から打ち消し合って出てきた音だけを拾うとそっからまたもう一回打ち消し合うわけだから、まあ、生で弾くとバンドでね、だから同じ音にならない。ああ、うん、だからちょっとトレブルの味付けみたいなのをやらないと、結局あのとんがったところがみんなこう他のメンバーの音で抜けてこなくなる。
だけどレコードで抜けてきてる音を、それはバックバンドの中で抜けてきたんだから、これを逆算するともうちょっと固めだってことなんだ。それでそのくらいっていう。じゃあもう検証するのはその段階ではもうやっぱ感性でしかないってことなんですかね。ちょっと固めに。適当ってこと。適当とか、うん。気持ちが良けいい。あ、うん、まあこれならいいかっていうね。だからね、モニターとかで自分の音返されちゃうと、うんうん、あ、なるほどね、分かんなくなっちゃう。あ、なるほど、確かにそうだ、うん、ね、うん、バンドの音も一緒にこう返して、なんかスタジオで丸くなって弾いて、メンバーが丸くなってちょうどいい、スタジオの方がいいじゃん本番より。そうですね、うん、あのね、アンプも素でやって、うんうん、その方がいい。そういう音にするためにはちょっとトレブルの操作、それとボリューム、例えばこうやってこれボリューム4ぐらい今、うんうん、出てこない、うん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 、生音の方がやっぱりこう真冬にビンタ張られたような音がするし、分かる。だからスピーカー飛ぶのは生音の方が飛ばしやすい、ね、逆にね、そういうことなんですね。やっぱり歪んだ音っていうのはやっぱり角が取れてるもんだから、うん、こういうね、うんうんうん、波形の角を通るとこういう音になる。だから、うんうんうん、なんだろうね、アタックがやっぱり生音のあの寺内独特のパチーンっていうものよりは負けちゃうんで、うんうんうん、ちょっとファズトーンの方がでかいなっていうくらいで生ではちょうどいい、ちょうどいいっていう。ライブしようね。以上です。ああ、なかなか今日高度な話でしたね。高度な話はしてない。へえ、その高度じゃないよ。で、今日の特化費用商品を、はい、てな感じで、今日の特化品、チューブテープ特化品ですね、のコーナーでございます。うん、これは、モデライトベースですね。何でと思ったの、リフダがついてるからね。当たり前や。ちょっとね、ギア2枚とりあえずつないでるもんで、音は少しあの違って聞こえると思いますけど、まあ、その辺はご了承くださいまし。合わせ方って、うん、ちょっと高いじゃん、うん、これね、むにょむにょむにょってなるね、ふわふわってなるんだよね、うん、近づくとこういう、ね、この音のブラジャーがなくなるとよく言ってました。音のブラジャーこれいいよ、そんな終わり。これギターアンプだ。めんどくせえから。アンプがちょっとね違うんで、逆にいい音しちゃってる。ラーメン屋のあれ痩せてない？ブスが痩せてない前より。え、すげえブス。ひどい、ひどすぎる、ひどすぎる。ほとんどこれも無傷なんです。そうですね、うん、確かこれお客さんが、うん、これまあこれで売ってくれって言ってたんだけど、見えねえや、9
いや、酔うからよ。22万って言った。22万。それじゃちょっとなって言ったんだけど。ああ。15万で今回出してくんない。15万。思いっきり下がるのね。金に困ってんじゃねえか。金に困ってんだ。あの、いじわるばあさんの4コマ漫画で、はい、子猫探してますっていう、あれが電信柱にあって、で、いじわるばあさんもそれ見てんだよ。うん、で、2コマ目もやっぱり何日間を。で、懸賞金が上がってったんだよ。うんうんうん、3コマ目まで。うんうん、通報された方、いくらいくら。うんうんうん、あの、可愛がった猫って。それ4コマ漫画で。うんうん、で、4コマ目が、もうちょっと待てば上がるねって猫の頭撫でてる。いやらしいな、もうのと一緒で、うん、やっぱりこれが15万円っていう、はいはい、もうちょっと待てば上がるかも。日に日に下がってくる。下がってもう15万。いいな、ベンチャードローンありのオズライトです。はいはい、いいですこれ、はいはいはい、そんな感じで、まあまあ、あのモズ系でみんな揃えたいバンドって今もあるんでしょうかのでね。シャレで揃えんだよこんなの、ね、だあとはまあ別に表に出さなくても家で弾くのもまた楽しいと思う。出しちゃダメ、ね、と思うけどね。恥ずかしいかなやっぱり。恥ずかしくはないけどさ、好きなんだよねってため息つかれると思うよきっと。それで終わりだよな。そうそうそう、多分ね。でも昔のモデレートベッツって弦もラウンドじゃなかったから、なんかダンボール叩いたような音だったんで、ヘフナーのバイオリンベースだ。というわけでこれが今回の商品です。はいはい、毎回目玉があると思ったら大間違いの、俺は鬼太郎の親父じゃねえよ。15万ですね。15万。はいはい、分かりました。はい、またそんな、じゃあまた来週。はい、また来週。はい。